こんにちは、柴田です、まあ、最近ですね、ツイッターでつぶやいたり YouTube でも発信させていただいてるんですけれども、 YouTube の規制が厳しくなってきている中で、まあ、ルールに従いながらやはり引いてみた動画をやっていかなければいけないということでですね、今オリジナルのオケを制作してるんですけれども、まあ、これをですね、皆さんにご提供させていただいて、この音源を使って弾いてみた動画を上げていただきたいなというふうな企画です。で、ドラムが打ち込み終わって、でですね、ベースを今、かげろうさんにお願いしてたんですけれども、早速上げてきていただきました。まあ、この間打ち込んだドラムのミックスみたいなことと、あと、かげろうさんのベースをそこにぶち込んでいく作業を今日はやりたいと思います。ではまずはちょっとドラム聴いてもらいますね。うん、まあ結構ベタな音ですよね。まあこの音にですね、ドラムをもう一個重ねていきたいと思います。これをですね、コピーして、で、ドラムをちょっとヘビー気味な感じのものにしようかなと思います。じゃあ最初の音から聞いてみましょうか。もう一個がかなりヘビーというか、まあロックですね。ヘビーロックですね。スネアも特徴的な、まあ、これをですね、さっきのこのベタなドラム、まあ、タイト系ですよね。これにちょっとくどめのドラムを重ねていく。今ヘビーな方は小さめにしてます。ちょっとずつ上げていきますね。これ1本だけ。リバーブ感もすごいですね。うん、やはりね、2本重ねる力が出てきますね。まあ、この後まあ EQ だったりポンプだったりとかっていうのをかけて、まあ、ミックスしていくんですけれども、それはベースギター重ねてって全体的な音のバランス整えるときにやっていきたいと思います。ここにですね、ベースを入れていきます。かげろうさんがですね、弾いてくれたんで、そのベースを入れていきたいと思います。ここですね、ベース音だけ聞いてみましょうかね。まず、うわ、いかついな。さすが、かげろうさんはですね、ベースの音がいかつい、すごく僕の好みな音だったのと、あとリズムがすごく安定してるんですよね。まあツイッターで少しだけレックの状況を載せてくれたんですけれども、やっぱりしっかりドンカマを聴きながらですね、弾いてますよね。まあ、僕なんかもうラフなリズムでいつもギターなんて弾いてますけど、しっかりドンカマでパチ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 弾いてくれてるので、非常に合わせやすいです。やばい、最高っすね、これ。いいなぁ。ちょっと重ねていきましょうかね、ドラムと。
存在感すごいですね。すごいですね。もうドラムが負けてますもんね。感じですね。リズム体を今作っております。この後ギター重ねていく